れやすい、なんとなく体がだるい、頭痛やめまい、肌がくすむ、顔色が悪い、まぶたの裏が白っぽい、爪がデコボコしている、爪がスプーン状になっている、なんだか無性に氷が食べたくなる、こういった症状に一つでも当てはまる方はもしかしたら鉄が足りていないかもしれません。では本日は鉄が不足するとどうなってしまうのかというところと、鉄の上手な取り方についてお話ししていきたいと思います。皆さんこんにちは、BLJの管理栄養士の堀です。貧血にお悩みの女性の方多いのではないでしょうか。貧血っていうと漢字だと血が乏しいって書くので、血の量が少なくなるっていうようなイメージをもしかしたらお持ちの方もいらっしゃるかもしれないんですが、貧血というのは血の量が減るっていうことではなくて、血の中の栄養分の質だったり、その含まれる栄養分の量が少なかったりすることで起こる貧血もあります。貧血ってこう一口に言ってもたくさん種類があるんですけれども、最も多いのが鉄の不足による貧血、鉄欠乏性貧血っていうのが最も多い貧血の種類となります。先ほど冒頭で申し上げた不足すると起こってしまう症状に一つでも当てはまるものは、もしかしたら鉄欠乏性の貧血がこう隠れてるかもしれません。本日は鉄というところに着目して、鉄の必要性と上手な取り方をお話ししていきたいと思っています。鉄の不足っていうのはどういう方が陥りやすいかっていうところ、原因にもつながってくるんですけれども、3つあるかなと考えています。まず1つ目がダイエット中なので食事の量を減らしている方、食べる量が減ってしまうことによって鉄が不足してしまうっていうのが原因の1つとして考えられます。2つ目は月経中の女性は出血もしているので必然的に血液が出ていってしまうっていうところで物理的な貧血原因として考えられます。3つ目として運動量の多い方も鉄が不足しやすい原因として挙げられます。これはちょっと意外かもしれないんですけれども、運動量が多かったりハードなトレーニングをしている方っていうのは実は鉄が不足しやすい傾向にあります。これは何でなのかというと、まず一つに鉄というのはミネラル分なんですけれども、ミネラル分っていうのは汗をたくさんかくと汗からも排出されてしまう成分になります。たくさん汗をかく人は体の中の鉄が外に出ていってしまうので不足しやすい。ちょっと細かい話になるんですけれども、競技の特性上足への衝撃が多い競技をされている方、例えばバレーボールとかバスケットボールとかそういった球技とか陸上競技とかランニングとかですね、そういった足を酷使する競技をされている方は貧血に陥りやすいというふうに言われています。要因としては足の裏っていうのはすごく細かい血管がたくさんあるので、細かい血管がこう破れてしまうことで血液の成分である赤血球が壊れてしまって、血液成分が外に出てしまうっていうところで鉄の欠乏がしやすいっていうふうに言われています。鉄の不足しやすい原因として、ダイエット中の方、月経中の女性、運動量の多い方っていうのは鉄が不足しやすい傾向にありますので、ぜひ日頃の食事で意識してもらえたらなと思います。今日本では貧血のような症状に悩む女性っていうのが約50人に1人ぐらいの割合でいるっていうふうに言われています。それがまた月経中の女性になると5人に1人になったりだとか、身近なこう栄養が直結する悩みとして多いのが貧血ではないかなと考えています。不足しないためにどうしたらいいのかっていうお話に移っていくんですけれども、まず一体1日にどれぐらいの量を取ったらいいのかっていうところのお話をしていきたいと思います。まず大前提として、鉄というのは年齢だったりとか月経があるかないかっていうところで必要な量が変わってきます。特に女性の場合は年齢でのこう変動が大きかったりします。女性の1日の鉄の推奨量は1日に 10mg から 11mg の量を女性の方には取っていただきたいなと思います。これは18歳以上の月経のある女性に取っていただきたい推奨量になります。女性は鉄が不足しがちというふうに先ほどから申し上げているんですけれども、日本がですね、国民に向けて栄養の摂取状況とかを調査する機会があるんですけれども、国民健康栄養調査によると20歳以上の女性の方の鉄の平均摂取量は1日に 7.5mg というふうに言われています。取っていただきたい量が 10mg から 11mg なので、慢性的に鉄が足りていない方が多い傾向にあるっていうのが国の調査で分かっています。鉄を摂取しようっていうところを意識されている方多いと思うんですけれども、実は気をつけなきゃいけないポイントがありまして、鉄には耐用上限量といって、これ以上は取らない方がいいですよっていう量も定められています。
られているっていうのが特徴になります。でその量が1日に 40mg 以上取ってしまうと健康的な被害が出る可能性があると言われている量になります。鉄が過剰になってしまうとどういったことが起こるのかというと、どの栄養素でもあることなんですけれども、嘔吐だったり下痢だったりっていう胃腸の障害が出てくる可能性があります。しっかり必要な量は取っていただきたいんですけれども、これ以上は取りすぎちゃいけないよっていう量もあるんだということをまず一つ覚えておいていただけるといいなと思います。その 40mg っていう量はどれぐらい食べ物を食べるとその量に達するのかっていうところなんですけれども、基本的には普通の食事をしている限りはその量はなかなか達することはありません。一番リスクがあるのは鉄を含むサプリメントをたくさん飲んだりだとか、それも飲んだ上でその鉄のを多く含む食事を心がけてたくさん取ろうっていう食事を続けてしまうと、もしかしたら超えるリスクもあるかなっていうような量になります。一番心配なのはサプリメントによる過剰症っていうのが一番可能性としてあり得るっていうところがまず一つあります。サプリメントは置いておいて、食べ物から 40mg の鉄を取ろうと思ったらどれぐらい取ると超えてしまうのかというと、鉄を多く含む食品の代表例としてレバーがあると思います。今回は鶏のレバーの焼き鳥を例に出して考えてみたいと思うんですけども、鶏のレバーの焼き鳥を2本食べると 5.4mg ぐらいの鉄を取ることができます。1日で15本以上食べると耐用上限量に達してしまう量になります。よっぽどこうレバーがお好きな方でない限りは、1日に15本食べる生活ってなかなかないと思うので、食べ物で耐用上限量を超えてしまうんじゃないかって心配する必要はそこまでないかなと考えています。それよりは不足してしまう傾向の方が多いので、過剰の心配をするっていうよりも不足しないようにしっかり意識するっていうところの方を優先してほしいなと私は考えています。その過剰症っていうものはですね、今日たくさんレバー食べてしまった、 40mg 多分超えてるなって思う日があったとして、その日耐用上限量を超えてしまったからといって健康被害が出るっていうものではありません。過剰症っていうのはそういったレバーを15本以上食べる食事が毎日続いているとか、鉄のサプリメントを毎日飲み続けているとか、こう日常的な食事っていうところで影響してくるものなので、その日超えてしまったからといって次の日こう極端に減らすとか、超えたからすごい心配してしまうっていう必要はないので、今回はその一例としてどれぐらい食べると耐用上限量に行ってしまうのかっていう例でお話しさせていただきました。